ロドニー・アレンブルックスは、オーストラリア出身のロボット研究者。人工知能界で物議を醸した、サブサンプションアーキテクチャの提案者。MIT コンピュータ科学、人工知能研究所で教授、所長を歴任し、i ロボットやリシンクロボティクスの創業でも知られる。ルンバやパックボットには、サブサンプションアーキテクチャが実装された。スタンフォード大学 PHD。 マサチューセッツ工科大学名誉教授。2014年、エンゲルバーガー賞受賞者。1954年、オーストラリアのアデレードに生まれる。南オーストラリアのフリンダース大学で数学を学ぶ。博士課程は、スタンフォード大学で、トーマス・ビン・フォードの下で、コンピュータビジョンの研究に従事。1981年に、シンボリック・リーズニング・アマング・サン、D ・モデルズ・アンドに、 d イメージ図のテーマで計算機科学の PHD を取得。この間、モデルに基づく画像認識のアプローチでアクロニムというシステムを開発する。学位取得後、ブルックスはカーネギーメロン大学やマサチューセッツ工科大学で研究員を務め、スタンフォード大学を経て1984年にマサチューセッツ工科大学に着任。1984年には、 コンピュータビジョンの1985年にはリスプに関する本を出版する。1986年にブルックスはサブサンプションアーキテクチャに関する論文を発表し、表彰なき知能を提唱した。これはロボティクスや人工知能の分野に大きな影響を与えた。当初は人工知能の主流派からは無視され、マービン・ミンスキーは ミミズに対してなら90%正しいが、人間に対して話は別であると批判した。しかし1991年に国際人工知能会議で IK コンピューターズソートアワードを受賞し、以後批判は弱まったという。SA は簡単なシステムでロボットを構築できるため、宇宙ロボットでの応用が検討された。その後、ブルックスは学生とポリーなど、 自立移動ロボットを開発するとともに、上半身型のヒューマノイドロボットを開発して、知能を研究するコグプロジェクトを実施した。また、1991年に設立したアイロボット社では、ジンギスという6足歩行ロボットが開発され、SA が搭載された。1997年、ブルックス自身の論文の題名をタイトルにした映画、ファースト。 チープアウト・オブ・コントロールにも出演した。なお、この頃の指導学生に、ジョナサン・ハドソン・コネル・ヤマジャマ・マダリック、カルロ・メイリー、ヨーキー・マツオカ、コミュニケーションロボット、ジボを開発したシンシア・ブリジールらがいる。マービン・ミンスキー、サブサンプション・アーキテクチャを批判した。自律移動ロボット、ポリー・ヨーキー・マツオカ・シンシア・ブリジール1990年に設立されていた。 アイロボット社では、ブルックスは最高技術責任者、取締役を歴任。2000年に発売されたルンバには、サブサンプションアーキテクチャが搭載された。同アルゴリズムは、パックボットにも搭載され、パックボットは、アメリカ同時多発テロやイラク戦争、アフガン戦争にも投入された。この頃の指導学生にヒューマノイドロボット、ドボを開発していた、アーロン・エドシンガーがおり、 エドシンガーはメカロボティクスを創業した。2008年8月23日にはカナダでロドニー S ロボットレボリューションと題したドキュメンタリーが映画が公開された。同年、ブルックスはアイロボット社を退社しディシンクロボティクス社を設立。会長や CTO を務め、同社はモロウデロボット、バックスターや共同ロボット、ソイヤーを販売していた。また、 ブルックスは AI を研究するトヨタ自動車の子会社にも関与した。2018年にはリシンクロボティクス社を廃業。しかし2019年にはヘンリック・クリステンセンとロバスト AI を設立している。ロボット掃除機ルンバ。サブサンプションアーキテクチャを実装し反射的に動く。パックボット。911アフガン戦争などで活躍。 リシンクロボティクス関連人物。バックスター広報にブルックスやスティーブン・ T ・ユルバトソンも映っている。ロドニー・ブルックス。ありがとうございます。